ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、この M8 チャンネルにも、うん、たくさんの方が見てくださってて、うん、やっぱりタイプで迷ってらっしゃる方もいる。うん、で、5かなっていう方もたくさんいらっしゃるので、じゃあ一遍その方々に、ね、うん、いつもやってる、うん、リソさんの言葉攻め、うん、言葉攻め通常の健全度を聞いた時にどんな感じがするか、うん、まあこれがまたね、タイプ5の方々なので、うんうん、何て言うんでしょう、ちょっと冷静に見える人たち、うんうんうん、なのでその言葉を僕みたいにガーってなるのかどうかはちょっとわからないんですけども、結構通常がディスられますからね、どのタイプも、どのタイプも、うん、で結構4の方々は、うんうん、もうちょっと本当に聞いてられなかった。泣きそうになったと言われる言葉攻め。詳細分析。詳細分析。はい、で、今日はタイプ5をやりたいと思います、うん、はい。はい。性格のタイプ5、考える人。洞察力に優れ、分析的で、風変わりで、変質症的な人物、うんうん、とあります、うん、健全な状態。うん、健全なタイプ5は、あらゆる物事を並外れた理解力と洞察力を持って観察することができる。うん、精神が研ぎ澄まされ、好奇心が強く、うん、物事を正確に見抜く知性を持ち、うん、非凡なまでに鋭敏な知覚力を用いて正しい質問をする。かっこいい。なりたかった、うん。集中力があり、自分の関心を引いたものに没頭することができ、ある一連の出来事の最終的な成り行きを予見し推論することができる、うん、学問好きで知識を自分のものにすると興奮し、しばしば何らかの分野で専門家になる、うん、独自の考えを持ち、うん、革新的で創意に満ち、極めて有益で独創的な発想をする、うん、なりたかったやつです。素晴らしい、うん、なりたかったやつ、だいたい人なのでわからないんですけどね、うんうんうん、その僕が見てかっこいいなって思う人は結構5の人が多いです、うん、そう、僕も5憧れるの、はい、憧れます、はい、で最高な状態、うん、発見者になり、うん、世界を深く洞察する一方で、うん、包括的に理解する、うん、未来を予見し偏見を持たず物事を全体として真の文脈で受け入れ、うん、正しい前後関係を読み取り物事を実際にあるがままに見る、うん、全く新しいものを先駆的に発見する、うん、往々にして際立った才能を持ち、ことによると歴史に残るような天才になるかもしれない、うん、ただここです、うん、ここです、ここです。通常の状態、通常ですからね、はい、今まではみんなが憧れるタイプ5、憧れるタイプ5で、その辺にいるタイプ5 普通のタイプ5、普通のタイプ5、うん、はい、普通のタイプ5で、これが痛いと思ったら、もしかしたら、うん、あなたはタイプ5かもしれない、うん、通常のタイプ5は、うん、専門分野を持ち、うん、分析的で、うん、常に物事を知的に分析し、うん、物事についての科学を作る、うん、まだかっこいい、まだいいですね。研究や学問や科学的手法に熱中し、経験的データを集め理論を構築する、うん、極めて複雑で抽象的な考えに思いを巡らしているうちに、一層有利して現実のデータや事実よりも解釈や可能性の方に夢中になる、うん、あ、そう出てきました、うんうん、だんだん、うん、物事の細部や難解で深遠な主題に没頭し、理論を精密にし、木を見て森を見ずになり始め、うんうん、真の広い意味での文脈を見ない、うん、肉体を離れた精神になり、にもかかわらず感情に巻き込まれ圧倒されることに対する防御としてひどく神経質で攻撃的になる、うん、自分が保持できる確固としたものを得るために自分の考えに確実性を求めたがる、性急に結論を下し自分の理論に従って事実を解釈し、議論偏重主義的になり事実の上に思想を押し付ける、他人が異議を唱えると非常に議論好きでトゲトゲしく冷笑的になる、他人は愚かだから理解できないというわけである、自分の発見を守るために議論を吹っかける、
挑発的で極端で因習打破的な解釈は価値ある洞察を含んでいるかもしれないが、同時にこじつけの反面の真理をも含んでいる。確かにそのネットとかで自分の正論を正しくしようと思えばどんだけでもくっつけることはできますからね。正しいことだけを集めれば、正しいと思わせるような理論をいっぱい持ってくるってことですよね。持ってくれば全然できると思いますけどね、はい、でもこれ今聞いててそんなに悪口を言われ、まあ、誤じゃないんでしょうね。誤じゃない。悪口を全く言われてる感覚はない、うん、あ、そういう人っているよねってふうに見てます、うん、他人事ですよね。他人事です。う、うん、し、あの、うん、あ、はいはい、うん、で済ませる、うん、こういう人がいたら、うんうんうん、な感じでやられるのは嫌なんでしょうね。またタイプ5の人、うん、タイプ5の人は、必要ない必要ないって、うん、分かった分かった。でまた理論武装していくんじゃないですか。ふーってなります。ふーってなりますよ、はい、うん、なってますよってことですよね、周りの人。そう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 、うん、で不健全な状態、不健全なタイプ5はあらゆる社会的帰属を拒んで跳ねつけ、よすて人のようになり、人々と現実から孤立していく。次第に秘密主義で風変わりで吉凶で情緒不安定になる。非常に敵対的で毒舌を振るうが、他人から攻撃されるのを恐れ、ますます疑い深くなって精神的に消耗する。自分の脅威となるように思える定義された自分自身の考えに取り憑かれた上、それに怯え変質症的になり、ひどい歪曲や恐怖症や妄想の餌食になる。ついには現実との接触を失う。精神分裂病的傾向を持った精神異常に陥る、うん、とあります、うん、ネット番長からついにはなんかもう精神病みたいな、うん、あの子供おじ、うんうん、子供おじさんと言われる、うんうん、部屋の中では最強だけどって、うんうん、出てこいよって感じですよね。出てこい、しゃべろうよって、うん、でもそれを恐れてさらにこう引きこもるっていう、うん、申し訳ございません。ディスってるつもりは全くございません。分裂の方向、不健全なタイプ5は周りから極端に孤立し、自分を取り巻く環境の中でちゃんと行動することができなくなる。で、まあ、分裂の方がタイプ7、うん、タイプ7に動くと彼らは衝動的になり、常軌を逸してヒステリックに振る舞う。考えすぎると様々な問題にはまり込んでしまうため、もはや考えず取り留めもなく行動する。堕落したタイプ5は不安定で向こう水になり、自分が抱える問題の解決策と見えるものに突っ走るが、多くの場合自分自身を利するより害するだけに終わる。で、統合の方向、うん、健全なタイプ5はタイプ8に動くと自分自身が投与しているという認識から行動する、うん、自信を持って行動し、かつ他人を導くに十分なだけの知識を身につけていると感じる、うん、かっこ彼らはまた自分は全てを知っているわけではないが、それでもおそらく他の誰よりもよく知っていると感じる、うん、知ってるに決まってますもんね、うん、って思うんですよ。ごめんなさい。で、もはや自分の理論とではなく、うん、現実世界の対象と一体感を持つ。その結果、世界を理論付けたり、世界から自分を引き離したりしていた時よりも大きな安心感を抱く、うん、とあります、うん、そもそも、うん、穴を掘るのが得意な人たちだから、うんうん、タイプ7みたいに、うん、あ、こっちもちょっと掘る、こっちもちょっと掘る、うんうんうん、っていうのは分裂の方向に進んでる証拠だよっていうところですね、うんうんうん。で、今、すいません、私が、さ、知ってるに決まってるもん、うん、って言ったのは、うん、要は、同じスペースにいます。うん、だとすると、うん、あ、僕よりも知ってますよねって、毎回思うんですよ。うんうん、なんか、語の説明をするときに、いつも言いますもんね。いつも言う、いつも思う。うん、まあ、僕が言わなくても知ってると思うんですけど。そう、だから、この今説明読んでて、あ、知ってるよって思ってるんだろうなって、うん、ずっと思ってます。うん、でも、まあ、これが語、ですよっていう、そうですね、まあ、リソさんの性格タイプの分析、うん、ドン・リチャード・リソさんの指摘でございます、うんうん、で、その自分が5だと思ってればまあいいんですけど、聞かなくても、はいはいはい、あの悩んでる、そうですね、うん、
あ、でもしかしたら悩んでるとしたら、うん、理想さんが言ってるのは、うん、もう多分そこで十分一旦行動してみないかっていうことなのかなと思うんですね。僕はまだ知らないから、うん、全部知るまで出ませんじゃなくて、うんうん、今その持ってる知識の上で、うん、出なよってことを言ってるんだなと思ってるんですよ、うんうん、でやり始めると、あ、それでも今僕が持ってる知識は、うん、他の人たちよりもちょっとは深いかもしれない、うん、役立てることができるかもしれないって思うことなんだなって、うん、多分あの5の人って、はい、そう思ってますよ。自分は他の人よりも深く知ってる、はい、とは思ってると思うんですよね。なるほど。で、まあ、書いてありましたよね。全てを知ってるとは思ってないけど他の人よりは知ってる。あ、まあ、うん、統合の方向に向かうととあります。あ、うん、でもなんかその傾向はあるのかなっていう、うん、まあ、僕の周りの5の人とかを見ると、あ、健全な方々が多い。健全じゃなくても思ってる。ああ、なるほど。じゃあ嫌な風に出てるかもしれない。あ、そうそう、それが嫌な風に出る可能性は結構あるかなっていう、はい、知ってますよっていうのをやられると、うん、それなんか気分は悪いですよね。そうそうそう。で結構あの世の中バカばっかりだみたいな、あ、後で出てくるかもしれません。はい。なので、はい、自分はバカじゃないってことじゃないですか。うん、みんな無知だみたいなことを思ってたりする。はい。ので、ってことは、みんなよりも頭はいい。頭はいいっていうのか。だとちょっと今、録画出そうになりましたけどね。じゃあお前って。で、なるほど。で、そういう思いがあるから、うん、それをそう思われないようにするために理論武装してくるわけじゃないですか。はい。こう変なこじつけでもこう、はいはいはい、反論できないような感じにこう健全度が下がってる時とか、まあ、通常でもそんな感じでしたっけ、はいはい、うん、申し訳ございません。はい。で、幼児期の原点、うん、タイプ5は両親あるいは両親に代わる人物双方と愛憎仲はしつつ結びついている。主要の要素となるのはタイプ5は、両親に対する矛盾した感情が出発点となって人々に対して懸念を抱いており、他人から与えられるかもしれない他人から与えられるかもしれない脅威に気づくことで自分と自分の安全を守ることを学んできた。なのでその他のタイプ同様、活動過剰の脳の化学反応がとりわけ重要な役割を演じているとあります。根源的な恐れ、他人に、脅かされたり圧倒されること、根源的欲求、自分を取り巻く世界を理解すること、うん、理解すれば他人から脅かされないと思う、うんうんうん、で動機、二次的動機づけ、タイプ5はあらゆることを理解したがり、あらゆることを観察したがり、知的確実性を保持したがり、あらゆることを統一した考えで解釈したがり、自分の考えに合わないものを拒絶したがり、どんなものであれ自分に脅威を与えるものから自分を隔離したがる、うんうん、タイプ8とはやっぱ違いますもんね。タイプ8とは違います。隔離じゃないですから ね侵略ですからね。タイプ8 でもタイプ5はそういうところを、うん、出てくれという、うん、で健全な自己感覚、私は聡明で洞察力に優れた人物である、隠された不満出た、あ、ごめんなさい私は頭脳明晰すぎて、うん、他人は誰も私の理解することを理解したり、うん、私が知っていることを正当に評価することができない、うんうん、そう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 、うん、そんなことねえからな。そうやって思ってる時は良くない。あ、でごめんなさい、今僕も出ましたけどね、うん、はい、っていうとこですよね、はい、あ、まあ、そうやって周りの人が出ちゃう、はい、あ、うん、そうですよね。そうそうそう、はい、うん、で、主要な防衛規制、置き換え、投影、隔離で、まあ、防衛してるんですかね、うんうん、固有の誘惑、あらゆるものを分析すること、通常から不健全までのタイプ5は不適切な範疇および状況で文字通り考えすぎる、あらゆることを分析することで物事を明察し、次何が起こるか予測して自分の周囲をコントロールできる、うん、そしてそれによってもし必要ならそれから自分自身を守ることができると思い込んでいる、うん、しかし通常から不健全までのタイプ5は現実から有利するに従いますます取るに足らない
さまつごとにこだわるようになり、ついには全体像を見失ってしまう。そのため過度の分析は歪曲と偏失症の前兆となる可能性を秘めているとあります。そうですね、全て僕の中でコントロールできる、と思っている、そうっていうことですね、誰も予測可能な動きをしてくれないので、そうそう、本能タイプは何も考えず行動するのに、そう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 、タイプの子はただ反応してわーってやるのに僕がコントロールできると思ってるのは大間違いだよっていうことですかね。で、固有の短所、貪欲さ。タイプ5は知識に対して貪欲で、保持力がある。自分の得たものを保持する。で、あらゆる知識を持ちたがる。自分を完全に防衛できるように博識であり、周囲のあらゆるものを解明し、答えを得たいと望んでいる。もし自分があらゆるものを見通し、それに対して身を守れるとしたら、何者も自分を驚かしたり脅かしたり圧倒したりすることはできないはずだと考えている、とあります、短所ですと、で、ただ固有の長所、理解力、これは持ちたかった僕は理解力、この長所は全く同じではないが賢明さに結びついている。賢明っていうのは賢い明るさ、賢明、健全なタイプ5は理解力のおかげで同時に多くの観点、見る場所を把握し、全体とそれを構成する部分の両方を理解することができる。この賢明さというのは、どれを選択すれば自分の目的に最も役立つかを判断できる美徳で、これはタイプ1の美徳、タイプ1の長所でもあると書いてあります。タイプ5の。タイプ1のと書いてあります。タイプ1の。はい。タイプ1の長所でもあると。ああ、同じってことですね。そうですね。で、健全なタイプ5はまた、この理解力のおかげで、ひねくれた態度をとって、他人から挑戦と構えたりせずに、思いやり深く寛容になれる、とあります。すべてを理解することは、すべてを許すことである。哲学ですね。哲学ですね。確かに。君のそのバカな行動も、僕は理解できる。って言ってる時点で、ちょっとあれですけどね。けど、ああ、君のその反応、僕のこの反応もね、分かってるよ。ってやられてる感じがします。そうだよね、君はそういう人だもん、よしよしってくそ、はい、ごめんなさい。多分そこがなくなるんじゃないですか、タイプ健全度が上がると、そうですね、そのバカな君たちのことも分かってるよっていうのは、そう思ってる時点で健全度がもう低い状態、まあ通常かもしれない、でもまあこんな僕も許してくれるっていうのは健全度が高いんでしょうね。まあこんな僕もがもうないんじゃないですか。こんな僕も、これは僕の、僕の悪い部分です。なのでこう、6の人、二等辺も素晴らしいよね。あ、もう泣いちゃう、そんな、そんなことを言われたら。認めてくれる感じじゃないですか。っていうのをタイプ5に認められたら、そうそうそう。もう泣いちゃいますよ。そう。そしたらもうみんなついてくるよ。あ、いいんですかって。なるなる。それはなるわ、そうなんですよ。タイプ5はそうなんですよ。そうそうそう。あ、それなんですよ、あ、だけどこう上から、あ、そんな考えも認めてあげるよみたいな感じだと、あとガッて僕多分殴らつかんで表に出ろ、そう対決だって、俺も負けてもいいって、負けてもいい、負けてもいいって、戦うことが目的、もう戦うことが目的になった俺はって殺せになりますよね、さあ殺せって、あ、さあ殺せってちょっと脱線が過ぎました、すいません。構造様式、はい、基調となるのは巻き込みである。外界が、外の世界が彼らの関心の焦点ではある、あるが、思考の世界が彼らの住んでいる領域である。それゆえに、内的な様式は、外界に向いた思考の形ではあるけども、それは、括弧攻撃も含めたとあります。それは、主観的衝動によって駆り立てられたものである。主観的衝動の力が強すぎて、知覚を歪めると葛藤生じる、とあります。で、頭の中は極めて活動的で激しく駆り立てられているが防衛的である。そして頭が加熱してくるとタイプ5は無意識のうちに主観的な考えを知覚に投影するようになる。外交的にはその様式はタイプ5が世界とのとりわけ他の人々との結びつきを拒否するようになるにつれどんどん現実から隔たっていくというものである、したがって全体的な様式は
好奇心と尻込み、うん、巻き込みと無関心、うん、没頭と防衛、うん、攻撃と攻撃への恐れ、うん、誘引と拒絶などの全て逆説から、うんうんうん、なんでガーって熱くなってくると、うん、防衛防衛行く感じじゃないんですね。守らねば、ああ僕は多分ガーってなると多分ガーって行っちゃうんですけど、うん、なるほど。で必然的結果、うん、タイプ5はもし現実を見つめるのをやめ自分の考えを客観的事実に照らして点検しなければ、うん、自分の考えに完全に没入するようになり、うん、それによって現実との接触を絶ってしまう危険性がある、うん、要は自分の考えをちゃんと現実的に照らし合うことをしないと、うん、もう自分の考えのだけに凝り固まって接触を絶ってしまう傾向があるよと。あらゆる性格のタイプと同様にタイプ5もその周囲の世界を理解したいっていう根源的欲求を失い、逆に季節して外界に圧倒されるっていう根源的な恐れを招く結果になる。なんでその現実から有利するにつれ精神的な歪みのせいで誰か他人にあるいは現実によって脅かされていると感じるようになるのは避けがたいこととなる。自分の分析と洞察で身を守る代わりにそれによって文字通り狂気に走らされてしまうとあります、うんうん、なんでその引けば引くほどどんどん外界は来るってことですね、うんうん、引いたからといってあの黙ってるものじゃない外の世界は、うん、むしろつけ込めるとなるとどんどんつけ込んでくるので、うんうん、逆にタイプ5の人は持ってるその素晴らしい知識で蜂のように立ち向かう立ち向かうことで周りの人たちにその素晴らしい知識で未来を変えることができる、うんうんうん、出てった方がいいですよってことですよね。そうですね。溜め込んでるものを出して、はい、うん、は活かせるものだし、うんうん、逆にあなたが世界を圧倒できるものだよっていうことですよね。そうした方が守れるよっていう。そう守りたいどんどん守りは強くなるよっていうところですよね。そう、あの引けば引くほど僕みたいなバカがどんどんつけ込んでくるんですよ、うん、表に出ろみたいないやいやってこうやればやるほどこうでバカなんでしょってやるたびに、うん、カッてなるし、うんうん、わーって説明してくるとふーって流すし、うん、そうはい、なんかこうね、さっきの話じゃないけど、こうそういう考えもあるねってこうちゃんと認めて見下さずに、ああもう涙が出そうですよそうなると。そうで、これもうちょっとこうするといいんじゃないって持ってる知識とかをこう、あ、じゃあ やりますでやった方がこう周りをちゃんとコントロールできたりするし、できたじゃないですか今あのね、コントロールするのは多分タイプ5の人にとっては簡単だと思うんですね、うんうんうん、出てきてくれさえすれば、そう、うん、で持ってるものをちゃんとこう出してくれさえくれれば、そうで、うん、バカにしなければ、うんうん、認めてくれれば、うん、多分簡単にコントロールできると思います、うんうん、ただそのタイプ5の悪いところがちょろっと出ると、うん、あ、そうカチンってカチンって、僕の周りもいましたもんね、バカばっかりだっていうタイプ5っていうタイプ5、うん、でその人は素晴らしいこう知識を持ってる、はい、でその素晴らしい知識にこうみんなが来るわけじゃないですか、はい、それを教えてもらいたい、はい、でそうやってちょっとこう教えようコンサル的なことをしようとしたら、はい、もうみんなバカばかり、どうせやってもみんなついてこれないんですよみたいな感じで、どっかピューッと受けた仕事を全部捨ててだと結局そう何も叶ってないじゃないですか。何も叶ってないし何も変わってないじゃないですか。そうで、みんなこう悪い印象しか持たないじゃないですか。逆に、うん、あいつ、うん、アホじゃないってなりますよね。そうちょっとおかしいよね、頭おかしいよねってなるじゃないですか、うんうん、なのでちゃんと持ってる知識を出してちゃんとみんなを守ってあげるような形でやっていけばみんなついてくるのに、うん、どうせやってもできないでしょう、ね、あ、まあ、最初はできないかもしれないじゃないですか、はいはい、これをやってください、こういうことやってくださいって言って、はい、パッと出てきたのが多分自分と全然自分の思ったレベルじゃなかったみたいな時にもう見下しが始まるみたいな。ああ、なるほど。 そこはちょっと気をつけるところですね。そう、はい、よくないですよね。おじさん、なんかもう人のやつだともうどんどん言える言える、はい、うん、すいません、
はい、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。